皆さんこんにちは、タシアンダンサーギャバンです。 D の食卓ですね、前回ディスク1が終わりましてディスク2ということで、まあ、ディスクを交換してリセットボタンを押してくださいということだったんで、今ディスク2を入れてリセットボタンを押しました。なので多分いきなりディスク2がスタートするんじゃないかなと思います。あ、始まりましたね。さあ、怪しい部屋にやってきました。うわ、暗すぎる。このね、怪しい女の子の肖像画がいかにも怪しそうですね。おい、怖っ。なんか今ヒントが出ましたね。全然覚えてませんが、この絵の反対側、あれ、ちょっと待って、どこ向いてんのこれ。扉があって、うん、暗くてよくわからないぞ。いや、こっちは関係ないから、あそこの引き出しみたいなとこ行きたいな。よいしょ。開かないんだっけ？開かねえや。あれ？どうすんだっけな。鍵か。やっぱここそんな難しくなかったような気がするんですけどね。あ、ここだ、これだ。これがさっきの女の子の顔の後に出てきたヒントで、鶏がね、一番上だったと思うんですよ。もう一回。さらにもう一丁。で、これをセットして、すると確か扉開くんじゃなかったかな。ほい。さあ、どんな謎解きだよ。暗い。すいません、明るくできなくて。この向こうは一気に行けるんだっけ。ん？音がしない。お？ああ、びっくりした。バグったのかと思いました。なんだなんだ？黒い人がいる。みんな死んじゃってるってことか。そう。鍵を入手するんだ。お、これだったらちょっと見えるぞ。さっきの指輪は簡単にゲットできたけど、今回はしっかり握ってるので、えい。すいません。よし、ゲットしたぞ。これでさっきの引き出しが、開きますと。どこ向いてんのか全然わかんないぞ。どこだ。これはそっか、ちょ、扉の方向いちゃうと何も分かんない。
これで先におそらく、さっきの机の引き出しを開けた方が良さそうですね。 OK、 このまま直進します。直進。もう全然どこ向いてるのか分かんねえよ。あれ、いやいやいや、そこ、そこ、もうちょっと行くのかな。ここでどうだ。 OK、 ふう、もうちょっと近づく。ここで、ラー、本が入ってんじゃなかったかな。じゃーんと言いながらもそんなに怖いもんじゃないっすよ。開かないの、開かない、でかいな。お父さん出てこないですね。ローラ、ローラ、子供ながらにあのローラは真似した記憶がありますね。でもうちょっと近づいて、この女の子の絵は怖いんであんま近寄りたくないですが、暗い。明るさ調整したいなあ。ちょっと寄りすぎかな。ここでいける。ああいけそうだ。あ、ここで来ますね多分ね。おろうさん、ローラ覚えてる。ローラ、帰らせてよ。ローラ、お前は私を止めることはできない。早くこの城から出るのだ。返してくださいよ。早くしないとこの世界から戻れなくなってしまう。この世界から出られなくなったら地獄。ローラ、早く。いや、ローラが何にも言わないんで僕は代わりに言いますけど、マジでハーハーしか言わないから。ローラはちょっと返してよ。うーじゃなくてさ、うん、今銅像の方向いてる。もうちょっと近づけるのか。お、玉虫2匹目だ。4匹くらいじゃなかったかな。青い光、シャンデリアが異様に金色に光ってる。うわ怖い。ローラとしては何のこっちゃ分かんないわけですよね。今の映像は何なんだろうっていうのが。さあ本を入手してますんで、一気に本が見える。特に何もないと。そしたら OKOK、 順調。今回は
指輪ではなくて本をはめ込むと。まあ、だからお父さんの精神世界みたいなところなわけですもんね、ここはね。おっと、閉じ込められた。マジか。で、ここがね、僕は兄貴と一緒にめちゃめちゃ苦労した場所です。こう回すんですけどな、多分ね、回した回数がちょっと試しにちょっと3回ぐらい回してみますか。丸ボタンを押してる間ローラーはずっとこれを回し続けます。 OK、 じゃあ3回にしましょう。もうここで僕指離してます。で、離します、離してますんで1、2、3と。で、今3回回しました。で、そうすると今、あ、閉じ、閉まってるかな。なんか規定の回数、その1回とか3回とか、おお、相手ら3は当たってたっぽいですね。お、なんだ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 。もうこれはね、全然覚えてないです。あの仕掛けの仕組みだけ覚えてます。いろんな部屋に行けるんで、うわー、なんかしょっぱながら、うん、どこだ？あー、これか？これだ。そう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 、これ取りたいけど、これ取れ、え、取れるんだっけこれ。どうすんだっけ。あ、なんでここ向けるの？なんか順番があるんでしたっけね。多分違うな。まだ3は、え、驚かせ要素だったっけ。3はまだちょっと早かったっすね。3じゃないな。さすがに、用がある部屋、おお、あ、なんすかなんすか、ローラ、あれ、今当たってた、あの部屋当たってた。ローラ、お父さん早いよ。ローラ、ローラ、私はもう少しでお前の知っている私ではなくなってしまう。怖い。もう自分でもコントロールが効かなくなりそうだ。その前に早くこの城から出るのだ。お前だけは助かってほしい。いや、そう思うなら私の手では。分かったよ、もうローラ、そのハーハーはもう慣れた。そんな時間があったら早く行こう。今の部屋合ってたのかな。まあとりあえず重要なアイテムが入ってるのは間違いないと思うんですよ。せっかく3やったんで4、どうかな。時間かかるんだよな、このギミックも。3、早く4。このここが一番時間使うかもしれないですね。3、4。ちなみに完全にダメな外れの数字もありますんで、あ、これ多分ダメっすね。これ多分ダメでしょう。このレンガみたいになっちゃってるやつは完全に外れだと思います。あ、ダメだ、反応しない。4は外れと。で、3がさっきの、あれだから、一応5もやっときますか。1。
2。4。5と。1、2、3、4、5と。OK。たくさん回すとそれだけ時間もかかるからな。お、今回は OK ですね。奇数がいいのかな。これの法則は全然覚えてないです。お、ああ、開いてない。おお、開いてないけど玉虫ゲット。3匹目。前回怖かったからな。うわあ。ついぜ、うわあ、まあグラフィックが荒めだからなんかそんなでもないけど、いやでも十分怖い。まあ何をやってるかっていうのはわかりますよね。で結局これ開いてないのかな、開いてない、進めないか、あっていうかこっから来たのかな、こおお、こっから来たのかもしれないですね兄貴と一緒にやりましたよ。これ結局全合計じゃねえかとかね、いろいろなんか判明しました。じゃあ1と2もやっときますか。1、そんなにめちゃめちゃ回させなかったと思うんですよね。1 OK。 ここは時間かかりますよ。あ、1外れだ今のところ。3号か、一応2もやっておきましょう。1、2、OK。 2はどうだ。あ、2は合ってますね。2、3、5、今のところ反応があるのは2、3、5ですね。ん？さっきと一緒じゃないよな。あれ？さっきと一緒？やばい、わけわかんなくなってきた。あれ？これさっきと一緒、針が出てくる。ん？いや、これさっきの場所っすよね。で、これは針がズーン。もう知ってんだよ。芸がねえな。これなんか謎解くと、水に浮かぶんだっけな。あれ？2と3が一緒でしたね。あとは6以降か。やばい、これ結構時間食いますよ、これ。まあ多分10以上はなかったと思うんで、長い。1、2、3、4、
し、おお、でこれで6と、じゃあここで一回話しましょう。1、2、3、4、5、6と。はい、6外れ。参ったな。じゃあ次7か。1、2、3、4、5、6、7。よし、7。ラッキーセブン頼むぞ。1、2、3、4、5、6、7。兄貴とやったな。地獄のようなこの時間。うわー、7もダメだ。8。あー、きつい。1。2。3。いやー、この時間が一番だれますね。もっと早く回してくれ。4。雰囲気はいいんだけどな。5、6、7。8。よし、ここで来い。頼む、頼む、頼む。これで来い。さすがに来い。ほい。オッケー、8回。今度こそ来い。マジで来い。もうめんどくさい。あー、来たーけど、これが果たしていいかどうかは分かりません。来い、頼む、来い。あれー、これ5と一緒じゃん。どういう仕掛けなんだろう、これ。偶数か奇数かなのかな。ドゥン。ちょっと詰まっちゃいました。とりあえずパート2はここまでにしたいと思います。まだディスク2の途中なんですけれども、このゴロゴロがかなり時間食っちゃいそうなんで、ちょっと進展があるまでカットしたいと思います。パート2は以上になります。D の食卓、ディスク2の途中です。ありがとうございました。タッシュアンダーサキヤマンでした。ありがとうございました。マルルー。